やっはろー、どうもこんばんは。はい、現在9月5日日曜午前3時22分ですね。はい、今日もね、うちの母が寝てからですけれども、窓マギセカンドの、6話、そして過激少女10話で、今ジャヒー様はくじけない5話見て、さあここからは東京リベンジャーズ22話ですね。気になって仕方がない。はい、 D アニメストアです。じゃあ行きましょう。はい、自己紹介。僕の名前は大道芸人ハマーと言います。瓶乗ってジャグリングしてハーモニカ演奏してタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主。テレビには25回ぐらい行ってました。でこの本の著者であり、現在40歳、芸歴は15年目、マジシャン、大道芸人、パフォーマーやってます。やればできる、諦めない、これを伝えたくて主に子供たちの前で称してますが、現在はイベントがコロナの影響でなくて1年半ほど貯蓄切り崩して生活してます。で節約のためずっと家にいてます。マジで出かけてません。でその間にアニメにハマりまして、約1年半で440作ほど見てきました。気づけばアニメリアク職人と名乗り、アニメリアクとやってますが、なぜ職人なのか。はい、もともとここは僕が一人暮らしをしていたワンルームの家なんですが、2017年の9月にですね、東京に住んでたうちの母にいろいろとありまして、向こうで住めなくなり、一人暮らしも難しくなって、はい、息子で独身である僕の家にやってきました。で条件としては、僕のここはね、家主なので、家賃光熱費は僕が払う、当然。でその代わり、食費とその他払ってくれということでね、母はそれを条件飲んで我が家に住んでます。はい、すぐ横で寝てるんで声が出せません。で家にいてる間は基本的に撮影無理です。はい、そんな条件でアニメリアクターやってます。きついです。ただね、やればできる、諦めないを伝えたくて僕は会社員辞めてパフォーマーになりましたんで、今はね、アニメリアクターコロナ禍においてガチで真剣にやってますんで、まずやればできるを見ていただきたい。はい、こういう筒作りました。これさえあればね、小声であろうがカメラが声を拾ってくれます。でその理由をここに書いてます。意味がわからんと思うんで、はい、なので工夫すればね、何でもできるぞというところを見ていただきたい。あと諦めないっていうのは再生数を見てください。全部と言ってくれれば2桁です。ずっと心バキバキの状態で、もう、崖にはね、崖に指2本でぶら下がってるような感覚です。うん、もういつでも楽になりたいなと思ってますけども、信じてね、続けていけばきっとということあるやろうと思って、この1年5ヶ月もうゴミクズみたいな再生数で心折れながらもずっとやってますんで、はい、諦めないという魂をぜひ見ていただければなと思います。はい、ぜひ応援してください。お願いします。あとはね、概要欄に僕の本職載っけてます。ホームページ、SNS 各種 PV 載せてますんで、ぜひ動画見てください。この技の動画、あと子供たちがね、僕のショーを見て喜ぶ姿、むちゃくちゃ可愛いですから。はい、そして、このアニメリアクションをね、通じて僕を知っていただいた方に、いつか生でショーを見てほしいというのが今の僕の目標であり夢です。はい、ぜひとも応援してやってください。はい、で過去のアニメリアクションに関しては、それぞれ再生リストに作品ごとをまとめてますんで、そちらもチェックよろしくお願いします。はい、それでは前置きがなくて申し訳ありません。いきましょう。東京リベンジャーズの22話 D アニメストアです。3、2、1、スタート。2003年6月19日ね。そっか、マイキーとバチャ中学違ったんやね。ドラケン、どんな12、3歳やねん。大三ツ矢か。もうゼファーとインパルスね。ゴキはちょっと知らんな。ああ、パーチンやん。あ、パーチンちゃうちゃうちゃう。カズトラか。これは、あ、カズトラケッチ乗ってたんや。誰誰、あ、パーチン、ふわ、ほとんど湘南純愛組で出てきた単車ですね。
マイキー寝とるかな。落ちるんちゃうマイキー。ああ、今回はみんなのあれですね、当番立ち上げた頃の過去回ですね。ああマイケー寝てんのねこれ。バジが言い出しペナやね。それのために立ち上げたんやね、ほんなら。だっせ。だっせ。あ、万次郎会から東京万次会か。佐野万次郎ですもんね。マイキーが可愛いことになってる。そっか、カストラのために東京卍会立ち上げたんや。
の時のお守りがあれか。そら12歳からしたら500円高いな。ああ、全員で足したら買えるよね。うん、12歳らしいとこは見れてよかった。なんでバチが持ってたんや。そうか。バチが言い出しっぺで、カズトラのために立ち上げた東京マジカってあるね。マジほんまに死んだんかな。警察来た、警察。じゃあ、木崎と浜田はどうするんでしょうね。まあ、当たり前やな、これは。マジ死んだんか。当初の目的のマイキーがカズトラを殺すのは阻止できたわけやね。だけどバチ死んだんか。
ペヤング、そのまま出てくるんやなこれ。どんな12歳やねん。いやほんまどんな12歳やねんこれは。敬語を使えへんかったらね。中国でダブルってあんの？なんでだろう。そうか、鉄腕だとばが流行ったこれやな、これ。絶対ちゃうやろ。これマジな。逆や。カズトラのトラか、もしかして。カズトラに手紙書いてんやろな。なるほど、これをバジが助けんのかな。おお、ほほ、超パンやね。
冬ってめちゃめちゃ強いやん。こんな強かったんやね。マジかな？あ、違う、違う。来た、バチ。おほほほ、一人で全員倒したか。めちゃめちゃかっこいいやないか。はあ、マジの、あ、めっちゃ近所やん。いや、ペヤング食いたくなるな。あ、ほんで半分こか。マイキー。
とりあえず22は終わりましたけども、まあまあまあびっくりでしたね。そもそも当番を作ったのはバジやった。しかもバジがカズトラのためにブラックドラゴンという族と戦うためだけに作ったのが東京卍會で、その佐野万次郎の、まあまあそこはそうか、東京卍會の卍は東京卍次郎会が東京卍次会になったと。びっくりですね。あそこちょっと暗算さえパパッとできる人だったらすぐに合計できたでしょうけど、まあまあ合計したら500円以上の分かったんで、うん、みんなで買った一つのお守りやったね。でそれも言い出しっぺのバジが持っとけっつって持ってた、そりゃマイキーもまだ持ってくれてたのかってさ、なるわな。いやびっくりやったな。で今度千冬とバジの出会い、まあカズドラマだからあのお守りを見て、その一人がやられたら何だっけ、ちょっと忘れたけど、とにかくもうみんなは一人のためにね、まあ、ワン・フォー・オールやから一人はみんなのためにか、うん、だからカズドラマあのお守りを見てその思い出したんかな。にしても全員どんな12、3歳やねどんな11やね、あれはね、ゼファーとかケッチとか、インパルスとかね、僕は湘南純愛組という漫画で高校生の時に覚えたバイクばかりでした。ゼファーに憧れて、で僕はあのスティードに憧れてましたね。スティード400で、あのやっぱもうちょっとこれ見たらマジでペヤング食べたくなってきますね。もうペヤングなんか何年食べてないやろ。でダウンタウンのね、あの浜田さんが好きですね、ペヤングは。いやでペヤングにあんなドラマがあったとはね。それもあの墓にちゃんとペヤング持ってきて割り箸と一緒にね。で千冬がまあ敬語が使えへんやさぐれまくったやつで、バジのガリベン姿にはびっくりしましたけど、あれは確か多分入ってたから留年というか、まあダブったんでしょうね、少年院に入ったからちゃうかな。確か 1年ちょっと忘れたけど、確か言うてましたよね、1年の時ちょっと忘れた、うん、まあまあまあ、でまあまあ千冬が改め、まあまあ間違いなくあの和虎に出す手紙やから虎の字を書いてたんでしょうけどね。でまあピンチを救ってくれたし、かっこよく見えたから初めて敬語になれたと。でペヤング食わねえかで、最初にあのお袋1個しかねえじゃんっていうのが、まあまだちょっと中1らしくて、中1じゃないわ、ほんまは中2かねらしくてよかったなと、うん、思ったけど、そのバジを思い出してもう千冬がねもう泣く姿でやられましたわ。でマイキーはもう天使か、カズトラを許すとはね。ちょっと僕はまだカズトラのこと大嫌いですけど、うん、まあやっと過ちに気づいてくれたかと。もう遅いね、遅いわ気づくんが。いやでもバジ死んだのはショックですわ、ほんまに。中3でしょう、うん、まあまあ、ただ本来のね目的であるマイキーがカズトラを殺すというのを阻止したことで、まあ改めてね、ひなたとあっくん、あっくんはあれか、まあ、ひなたを救えるのかってところなんでね、うん、まあとにかくカズトラはね、懲役10年じゃ済まんかもしれんけど、もう報いや、自殺はせないよというドラケンの言葉もね良かったですし、マイキーが許しちゃったのもね、はあ、よかった。ただカズトラのことは嫌いですほんまに。はい、ということで東京リベンジャーズ22話でした。どうもありがとうございました。よかったらチャンネル登録とかね、高評価などなどよろしくお願いいたします。はい、以上、マジタイクにハマでした。はい、ありがとうございました。